どうも皆さんこんにちは。チャクマスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルのフォートトラベルキャンペーンのね、直接予約がね、開始したということで、今回ね、解説やって。 いいいきたいと思います、えー。まずねマリオット・ボーグホテルは GoTo トラベルキャンペーンに、ねえー、参加、えー、確定しております、えー、ですがねちょっとこちら画像を出しておきますけども現時点でね予約に関して、えー、専用のホームページが掲載されているホテルとされてないホテルがありましてまたね掲載されているホテルではステイナビという、ね、サイトから、まあ、クーポンをもらって それをね持参することで割引が受けられるんですけども、えー、現時点でねそのステイナミのリンクも付いているホームページと付いてないねホームページがまあホテルによってね分かれてるっていう感じなんですよねで私の方でちょっとねこれよくわからないなと思って問い合わせいたしましたそうするとですね今週末をめどに順次ね対応していくということで、えー、この動画が出ているのがですね金曜日ということですんで、えー、明日明後日ぐらいにはですね開始する ので、はなないいいのかなという,ふうに思いますでまたなんですけども、このステイナビがね、開始されてない状態で、9月以降のね、予約をすると、えー、予約を取り直す、取り直してもらうっていう感じですかね。この可能性が高いっていうふうにアドバイスいただきましたので、しばらくですね、様子見た方がいいかなっていうのが、えー、個人的見解かなっていう感じですね。ステイナビのリンクがあるなしはですね、ちょっと画像を出しておきますけども、ちょっとね、こんな感じで、ステイナビのね、リンクがある こ,れなしはまあこんな感じなんですけども、まあ、こちらはね、出てから利用するのがね、おすすめっていう風になっております。まあ、本来ね、8月6日から開始っていう風になったんですけども、まだね、準備が整ってないということで、ひとまずですね、セイーラビのリンクが出てから利用するっていうのがね、おすすめっていう風になっております。先ほど言った通りね、GoTo トラベルのマリオットボンボンホテルは個別にね、サイトがね、存在するっていう風になっておりまして、こちらのホームページの探し方なんですけども、 まあ、google などでマリオットボンボイホテル、えー、ホテル名 GoTo ト,トラベルキャンペーンみたいな感じで、まあ、検索すると出てきたりするんですけどもこれも出てくるホテル出てこないホテルあると思いますんで URL こういう検索すると、まあ、出やすいっていうのをねこの動画の概要欄に記載しておきますので、まあ、そちらね利用してみていただけたらなっていうふうに 思いま,すえー、まずですねマリオットボンガホテルの直接予約に関してはマリオットドットコムのオンライン予約もしくは電話予約が対象っていう風になっておりまして、えー、またね割引額が反映した価格表示にはなっておりませんで先ほど言ったねステイナビっていうねサイトからクーポンを発行して こうして、まあ、そちらに持していただいて割引を受けるっていう感じになりましてあのちょっとこのステイナビについてはねちょっと後で解説するんですけどもそういう流れっていうふうになっておりますんで。予約した時点では通常料金の 値段でまあ予約するっていう形になります。またね、ねえー、まあ現時点ですが、東京都の宿泊の旅行、えー、東京都に在住の方の旅行はですね。対象外っていう風になっております。またね、アリオットボンモイが提供しているえー、全てのプランが Goto トラベルキャンペーン対象っていう風になってるんですけども、あのボーナスポイントっていうプランと換金性が高いねえー。得点を含むプランは対象外っていう風になっております。ので、このボーナスポイントプランっいうのは結構あると思うんですけどもまあ。 金等の監禁性の性高い特典プランっていうのはちょっとまあどれを意味しているのかわからないんですけどもまあひとまずねボーナスポイントがつくプランまあこちらは対象外っていうふうになっておりますんで、えー、注意してくださいまたですね、えー、ポイントについてなんですけどもポイント付与に関しては割引前のね金額で計算されるということですんで割引がね まあ受けられるけどポイント計算は割引前のね価料金に対してポイントがもらえるっていうことになりますですので、まあ、かなりねお得に滞在できるのではないのかなっていうふうに 思いますまたねポイントを利用した無料宿泊プラス、えー、キャッシュポイントですねこちらはオードトラベルキャンペーンね対象外っていうのが記載されましたということでねまあ何度かオードトラベルキャンペーンのねデスクに、まあ、確認等々をねしたんですけどもまあ完全にね、えー、意味がなかったっていう感じですね。ということなんでこちら残念ですがね、えー、ポイント宿泊は対象外っていうふうに なりました次ですね予約方法なんですけども7月22日から9月1日までのチェックアウト分はキャンペーン事務局にですね各自申請することによって還元が受けられるっていうふうになっておりまして8月14日から9月の14日までというふうになっておりますのでこちらはね、まあ、今まで通りりっってていう感じになっておまますまたね8月中旬よりマリオット .com の直接予約ではステイナビにて GoTo トラベルクーポンをね申請し てててもらううことでででで割引が利利用用きるっっいう形になっております次にですす次ねね手順ですねちょっと画像を出しておきますけどもえまずですね一番最初にマリオットトコムにて希望プランを予約しますということなんでこちらは普通にね公式サイトから予約するっていう感じですねその次にステイナビで GoTo トラベルの割引申請まあこちらはね実際にやってみたんですけど割引申請っていうかまあクーポン発券っていう感じでね覚えといていただければいいかなっていう感じですねで、えー 次ですね、チェックイン時に住所が確認できる身分証とクーポンを提示して利用するっていう感じになりますで、ね、先ほど言った通りマリオットドットコムのサイトは予約完了した時点では GoTo ト,トラベルのね割引適用はねされておりませんのでホテルにてそちらね、まあ、差し引いた金額が請求となるっていう感じなんでまあおそらくですけどもクレジットカードでね決済した場合は多分ねマイナスが入ってくるのではないのかなっていうふうに 思いますそれではですね実際にマリオットボンボイホテルに予約を入れてこのステイナビのクーポンね発行ねしてみていきたいと思います、えー、手順をねもう一度言いますねまずマリオットドットコムに希望プラン予約次にステイナビでゴートートラベルの割引申請、まあ、こちらクーポン発見ですねでチェックイン時に確認できる身分証とステイナビのクーポンを提示っていうことですんでまずですねマリオットドットコムで予約を入れていきますで、まあ、予約入れるのはねいつも通りというふうに になっておりますので予約を入れる際はですねポイントサイトをねぜひ通していただくようにしてくださいと今現在ハピタスに案件ねあると思いますのでちょっとねそちら確認してここらへんに出しておきますねポイントサイトを経由して予約ね入れましょうねマリオットボンボホテルの予約が終わりましたらですね公式サイトのホームページにあるステイナビのリンクをねクリックしていただきますそうするとねステイナビのホームページで、ね、こうしますので それをねちょっと下の方に行くと赤文字で宿泊施設公式予約サイト経由割引適用方法っていうのは赤枠で、ね、記載されておりますので、まあ、こちらは、ね、基本的なことを書かれているのでこちらね皆さんでよく読んでいただけたらなというふうに思いますえ次に、ね、先に進んでいくとですね利用方法が書かれておりますこちらねステップ123 C みたいな感じで書かれているんですけども、もうねマリオットドットコムで予約を入れておりますので、ステップさんのね割引登録っていうのを、えー、行っていきます。こちらね割引情報を登録するためにはっていうところをクリックすると、このステイナビのですね会員登録が必要っていう風になってきますので、こちらね会員登録画面に移ります。まあ、こちらねちょっとざざっと見ていきたいなと思うんですけども、メールアドレスの仮登録をしていただくと、メールボックスにねメールが来て、まあ、ここから本登録や アカウント名とパスワードですね、設定していただいて会員登録完了っていう感じになりますそれではね会員登録は済むとですね右上の方にマイページっていうのがねえあると思うんですけどもそちらをねクリックしていただきますえそうするとですね GoTo トラベルクーポン発券はこちらということでこちらをねえクリックしていただきますそうするとですねクーポン発券するにあたって、まあ、宿泊施設の情報をね一つずつ入れていくっていう形に なりますホテルのね名前とかをまあ、検索していくんですけども検索に引っかからない時はですね、えー、名前とかをアルファベットに変えたりとかいろいろ試してください私もね結構ね検索してやっとヒットしたっていう感じだったんでまあ、アルファベットに変えてみたりとかまぁ、あ、カタカナとかね変えてみたりとか検索キーワードみたいな感じでキーワードのね検索してみていただけたらなというふうに思いますなかなかね引っかからなかったりしますまたねこちら予約日の入力なんですけども、ね、何回 8月6日で入力しても次行けないんですよ。 なんでだろうなと思ったら入力する形式がですね2020年の8月6日なんですけども2020806 0みたいな感じでね入力しないと次いけないんですよねこれね書いてないんですよねですのでこちらねもしかしたら今後変わるかもしれないですけども、まあ、私がやった時はねまあ、そういう感じだったんであの覚えとくようにしてくださいじゃあねまあ基本情報ですね入力してっていただくと最後にですねクーポン発見するっていうボタンを押していただくと無事ねこんな感じでク、ね クーポン発見されますんでこちらね持参していただいてホテルね提示していただくと割引が受けれるっていう流れになっております。でこちらね発見したクーポンに関してはログインすればねいつでも見られるっていう風になっておりますのでスクリーンショット撮っといてもねまあいいと思いますけども、まあ、後からもね確認できると思いますのでこんな感じでね利用してみていただけたらなっていうふうに。 思い,ますえー、いかがだったでしょうか今回はマリオットボンボイホテルの直接予約の、えー、利用方法でですね解説させていただきましたけども冒頭に言いました通りまだね準備が整ってないホテルがありますので個人的にはですねこちらのステイナビのリンクですねこちらですねしっかりね対応が始まってから利用された方が、まあ、いいのではないのかなっていうふうに、まあ、ホテルの方もね予約を取り直してもらうね必要があるっていうふうに言っておりましたので個人的にはその方がいいかなというふうに思うんですけども ちょっとね一つ疑問に思ってるのは今週末まあ明日あさってねステイナビのリンクが貼られてないホテルに関してはステイナビのリンクがねできるような話をしていたんですけども、まあ、これが本当にねそんなすぐに切り替わるのかっていうのはちょっと疑問に思ってる部分でもありますんでそこはですね私のチャンネルのねコミュニティー欄とかでも発信していきたいなというふうに思ってますんで、まあ、いつまでたってもねこのステイナビのリンクが現れなかったら予約できないじゃないですか。 それはそそれれででちょっと困りますんでそれもちょっとねチェックしつつ発信していきたいなというふうに思っておりますのでコミュニティ欄もねチェックしてみていただけたらなというふうに思います今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思いますこの動画が気になった方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです、えー、私のチャンネルですねこういったマリオットボムホテル ANA マイルチャルマイルクレジットカードお得情報を発信しておりますんでもしねチャンネル登録してない方はね是非チャンネル登録していただけるととても嬉しい ですそれではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。